2023年4月24日、ウクライナ南部のクリミア半島の南西部にある、セバストポリ軍港に停泊しているロシア海軍の黒海艦隊艦艇に対して、ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンによる攻撃があったね。ロシア軍はそれらを撃退し、基地及び艦艇へ被害や死傷者などは出ていないとしてロシア国防省が発表したな。相変わらず大活躍のドローンだね。ウクライナとロシアの戦いによって、攻撃型ドローンの評価はうなぎ登りだと思うよ。さて今回は、ロシア軍がクリミア半島のセバストポリ軍港への水上ドローン攻撃を撃退したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国防省の発表によると、4月24日午前3時30分現地時間頃、ウクライナ軍が発進させたとみられる自爆攻撃型水上ドローン3隻がセバストポリ軍港に侵入し、停泊中の黒海艦隊の基地を攻撃しようとしたとしていて、ロシア軍が3隻とも破壊したため被害は出ていないとされているんだ。また、ロシアのインタファクス通信が伝えるところによると、セバストポリ港からの旅客フェリー便の運航が停止しているとされていて、同市の交通当局は運航停止の理由を明らかにしていないものの、今回の水上ドローンによる攻撃のためであろうと見られているね。ロシア国防省からの発表の前にも、ロシア側から任命されているセバストポリ連邦市のラズボザエフ知事が、ロシア海軍の黒海艦隊が、セバストポリ港に対してウクライナ軍が実施したドローン攻撃を撃退したと SNS に投稿して明らかにしていたよ。ラズボザエフ知事の投稿では最も新しい情報として、セバストポリ軍港に対してウクライナ軍の水上ドローンによる攻撃があり、そのうちの1隻は迎撃によって破壊され、もう1隻は自爆したとされたとした上で、セバストポリ市内は現在、特に混乱は発生しておらず静かな状況であるとして、被害なども報告されていないとしているみたい。セバストポリはソビエト連邦時代に、クリミア戦争及び第二次世界大戦における攻防戦で奮闘したことから英雄都市との称号が与えられており、ウクライナがソ連に属していた時代には、ウクライナソビエト社会主義共和国内のクリミア州の一部としてではなく、キーウ1954年以前はモスクワ直轄の閉鎖都市として、外国人の立ち入りを固く規制されていたな。ソ連時代はソ連海軍黒海艦隊の基地であったが、1991年にソ連が崩壊した後はロシア連邦海軍基地とウクライナ海軍司令部の両方が設置されていたぜ。その後、1997年にロシア・ウクライナ間で協定が締結され、ロシア海軍が2017年まで咀嚼することとなり、さらに2010年にはロシア海軍が2042年駐留することを認める協定が締結されたんだけど、これには当時のウクライナの経済状況が悪化していたためにロシアから購入していた天然ガスの代金が払えず、未納となっていたことが根底にあり、年間9800万ドル約134億円とされていたガス代金を、ロシア海軍がセバストポリ軍港を使用するための咀嚼料として相殺する形にしたためだね。しかし、クリミア半島ではロシアとウクライナの関係性が悪化するとともに、新ロシア派住民からセバストポリをロシア領土として編入することを求める運動がしばしば発生していて、両国対立の火種となっていたな。2010年に成立した新ロシア派のビクトル・ヤヌコービチ大統領の政権下では、表面上の対立は沈静化していたんだけど、2014年2月にヤヌコービチ政権が首都キーウを中心に拡大した市民運動によって勃発した。2014年ウクライナ騒乱マイダン革命によって倒れ、その後に親欧米派の暫定政権が樹立されたため反発する新ロシア派住民との間で衝突が発生したことを受けたロシアは、軍事介入を実施してウクライナがクリミア半島の自治を承認していた。クリミア自治共和国最高会議議会を制圧した上で、クリミア自治共和国をクリミア共和国に移行するとの宣言が採択されたと発表したよ。そして、新欧米派の暫定政権支持を表明していたクリミア自治共和国の、アナトリー・モギリョフ閣僚会議議長首相総統は解任され、クリミア自治共和国最高会議においては、
小さな野党であった新ロシア派のロシアの統一党党首のセルゲイ・ヤクショウノフが首相に指名されたことが発表されたんだ。クリミア共和国議会とセバストポリ市議会は、ロシア軍の占領下においてクリミアをロシア領として編入することの是非を党住民投票を2014年3月16日に実施することを決定した上で、11日には住民投票で編入が賛成多数を得た場合には、ウクライナから独立するとの決議を採択したが、ウクライナ側は憲法違反であるとして住民投票の中止を要求し、実施されたとしてもその結果には従わないことを表明しているぜ。しかし3月16日に予定通り投票は実施され、編入への賛成票が全体の9割を超えたとして、クリミア自治共和国とセバストポリ市議会は共に主権を宣言した上で3月18日にロシア連邦への編入条約を締結した。セバストポリはロシア連邦の連邦市という位置づけとなり、市政のトップは市長から知事へと変更されたらしいな。ただし、ウクライナをはじめとする西側諸国など多数の国はこの住民投票を認めていないみたいだね。だからこそ国際社会においては、現在もセバストポリがウクライナの特別市であるとして認識されているな。今回のこの攻撃に関してウクライナ側は沈黙を守り関連する情報は発信されておらず真偽のほどは定かではないんだけど、この際の攻撃の様子を陸上や海上から撮影したとされている複数の動画が SNS 上に公開されていて、夜間の港湾と見られる場所で大きな爆発が発生しているのが映されており、ウクライナ軍による水上ドローン攻撃の証拠とされているよ。ウクライナ軍が開発して運用されていると見られる水上ドローンは、日本の協定で使用されるボートのような形状をしている高速ボート型のもので、以前にセバストポリ近郊の海岸に漂着しているのを発見したロシア軍が回収したことが報道されていたね。この水上ドローンには衛星通信用のスターリンクアンテナと見られるアンテナが装備されていて、船体の中央部分には潜望鏡のような形状をしたカメラが設置されているんだ。また、船首には爆薬を積載可能なスペースがあり、偵察にも自爆攻撃にもいずれにも運用可能と見られ、さらに通信の中継なども可能な非常に汎用性の高いマルチタイプの水上ドローンと見られ、搭載されているエンジン性能からするとその最高速度は時速にすれば 110km に達する可能性があると推定されているな。ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンによる攻撃は2022年10月29日にも実施されていて、これは水上ドローン7隻と飛行ドローン8機による大規模な攻撃によるもので、ウクライナ軍によって水上ドローンから撮影された動画が公開されているよ。ウクライナ軍が公開したこの動画は、ウクライナ軍によって撃沈されたスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワに代わって黒海艦隊旗艦となった、フリゲート艦アドミラルマカロフに向かって突撃を敢行する水上ドローンから撮影された映像で、アドミラルマカロフの艦上や上空のヘリコプターなどからの弾幕をかいくぐり、高速で突撃して行く様子が撮影されていたんだ。ロシア側ではこの攻撃についてドローンによる攻撃を受けたが被害がないとしていたが、その後この攻撃に関連するものとして、セバストポリ軍港から大規模な黒煙が上がっている様子が撮影された動画が SNS 上に出回っていることや、ウクライナ政府高官がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対してロシア軍の掃海艇などに深刻な被害を与えたと述べ、攻撃を受けた艦艇はおそらく修理不可能な状況であろうと語っているなどしていることから、ロシア軍には何らかの被害が生じたものとみられているな。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア海軍黒海艦隊の動きを封じるためにはこの自爆攻撃型水上ドローンが100隻以上必要となると発言しており、1隻25万ドル約3750万円とされる高価な水上ドローン製造のために、ウクライナ政府は国際社会にクラウドファンディングを呼びかけるなどして資金集めを実施しているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まりつつあるよね。そんな中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、
ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いあるいは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたらしいな。いよいよウクライナも全力でクリミア半島を取りに行くってわけだね。さて今回はそんなクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島は2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアによる実効支配が続いているよ。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると見られているウクライナ軍の大反攻がクリミア奪還を視野に入れているとの見方が主流となっているんだ。面積約2万6000平方キロのクリミア半島は北部でユーラシア大陸ウクライナ南部ヘルソン州とつながり、黒海に突き出した形になっている半島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているね。また、半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって、突き出ているタマン半島の西端には、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまでのウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港のあるセバストポリ特別市に分かれ、クリミア自治共和国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたな。そして2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国としてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市としているよ。2014年にロシアがクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、ロシアがヤヌコービッチ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行ったことにあり、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれ、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したもので、ウクライナはもとより国際社会の多くの国家がこれを非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているみたい。しかしながら、人口約230万人とされているクリミア半島では住民の約 60% がロシア人とされ、国籍をウクライナとするウクライナ人は約 24% に過ぎず、住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に話しているため、ウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったとされており、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態だぜ。クリミア半島奪還を唱えるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中で、ウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきたと述べ、今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まったとした上で、
この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているよ。このゼレンスキー大統領の姿勢に身の危険を感じたロシア系住民による、クリミア半島からロシア本土への脱出が急増しているらしいね。クリミア半島では、2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際に、ウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていて、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民はここまでの侵略戦争の経緯から不安を強くしているのであろうとの見方が広がっているんだ。ウクライナのゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が、ウクライナの国営テレビに出演して述べたところによると、ロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせているとして、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出しているとしたよ。ゼレンスキー政権では以前から、2014年以降クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとして、ウクライナがクリミアを奪還した際にはそれらロシア人にはウクライナの法律や国際法が適用され、国外退去処分となる可能性があると指摘していたな。タシュワ氏はさらにどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためにわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているとして、クリミアの住宅市場は売り意識になっているとも付け加えたみたい。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいて、ロシア系住民の多くはいずれウクライナ軍が近い将来においてクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べているよ。2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS に上げられていたよね。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表したが、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合の、クリミアやロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されているぜ。これらの動きからクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・ヤクショーノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようとしているけど、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州で、ウクライナ軍が所有する旧ソ連製の自走式多連装ロケット砲システムマース BM21 グラートから、122mm ロケット弾をウクライナ砲兵がロシア軍陣地に向けて発射している動画を、AP 通信が報道したね。グラートによる砲撃は、ドローンなどが発見した目標が戦闘指揮所から砲兵に伝えられるとその地点を目指して発射され、発射後はロシア軍側のドローンなどによって発見されることを避けるために即座に移動するトイ攻撃方法をとっているぜ。ヒット&アウェイってわけだね。ウクライナの戦法はどれも理にかなっていてさすがだよ。さて今回はそんなウクライナの一撃離脱の戦法について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっく
くりしていってね。AP 通信からのインタビューを受けたウクライナ軍砲兵は、ドネツク州ではずっと戦闘が続いているが、戦況は膠着状態だとした上で、昨年の北東部ハルキウ州や南部ヘルソンでの反転攻勢に比べると、現在のドネツク州におけるロシア軍の残壕は強固に構築されているため、反攻作戦は難しいものになるだろうと指摘したものの、反攻は困難だとしても、我々にはそれを実施する理由があるので必ずやれると強調したみたい。この動画に登場する旧ソ連製のグラートはロシア語であられや氷を意味する。1960年代に開発された多連装ロケット砲で、第二次世界大戦中ではロケット砲が飛来する音からドイツ軍兵士たちが、スターリンのオルガンと呼んで恐れていた多連装ロケット砲火注射の後継として開発され、122メートルロケット弾が40発装填されたランチャーが搭載されていて最大で 20km 先の目標を攻撃することができるぜ。通常は野営地などで待機していて、司令部からの命令が下されると砲兵たちは小銃とヘルメット、防弾チョッキを装着してロケット弾が装填されているグラードに乗り、指定された発射地点に移動し停車後わずか3分で指定された座標に向かってロケット弾を発電射し、発射完了後にすぐ退避することが可能だな。ロシア軍は初戦においてウクライナ軍の防空網の破壊に失敗し、近代戦において勝敗の鍵を握るとされる航空戦力においてウクライナ軍を圧倒していたにもかかわらず、その有利を生かすことができないまま首都キーウ攻略に失敗したことを受けて、その後に兵力を投入して注力した東部戦線での攻勢においては、旧ソ連時代から得意としていた伝統的なドクトリンである大砲を戦車の数で敵を圧倒する戦術を展開したね。第二次世界大戦以降の機械化部隊同士の地上戦は、航空戦力によって徹底的に空爆を実施し、大量のロケット弾や砲弾を撃ち込んだ上で戦車部隊を突進させるというのが常道となっているよ。しかし、今回のウクライナ侵略戦争では、両軍ともに航空優勢を取れない状態のまま地上戦が進行したために、上空には両軍の偵察ドローンや自爆攻撃ドローンが飛び交うことになり、最前線は砲兵同士の撃ち合いが展開されここまでに両軍とも膨大なロケット弾と砲弾を消費しているな。ロシア軍はまず自走式高射機関砲 ZSU-234 シルカによってウクライナ軍の偵察ドローンを撃墜してから、多数の榴弾砲やロケット砲を配置してウクライナ軍に対して攻撃準備射撃や攻撃支援射撃を実施し、その後、戦車を含む機械化部隊を敵陣に突撃させるという、まだ航空機が発達していなかった第一次世界大戦の時のような戦闘を展開しているとされているんだ。その際にロシア砲兵部隊は、長射程ロケット弾を発射可能な自走式マースである BM30 スメルチによって、ウクライナ軍の榴弾砲やロケット砲の射程外から攻撃を敢行し、ウクライナ軍砲兵部隊陣地を徹底的に叩くほか、さらにその後方の兵站施設なども叩き、砲撃の後に戦車と歩兵を前進させて、それに対してウクライナ軍による攻撃があれば、そうなると機械化部隊を一度後ろに下げて再び砲兵による圧倒的な砲撃を加えてからまた前進を繰り返し、そのために2022年5月頃の東部戦線ではウクライナ軍はロシア軍に押され気味となったってわけ。BM30 スメルチはロシア語で竜巻を表し、大型8輪トラックに 300mm ロケット弾を12発連装された発射機 QA-52 が搭載され、さらに間接照準の際の弾道計算のための射撃統制装置なども装備されているよ。ロケット弾を発射する際には、車体の4箇所にあるアウトリガーを下ろして横転しないように車体を固定する必要があり、12発を38秒で打ち切るがロケット弾の再装填には20分かかるんだけど、70km から 90km とされる長射程を生かして敵の砲兵陣地や野戦司令部、燃料や弾薬などの物資集積所、部隊集結地域の走行目標及び非走行目標を攻撃対象としているみたい。ウクライナ軍はこのロシア軍の激しい砲撃に苦しみ、それに対抗できるだけの砲兵戦力を持っていなかったことから、軍事支援を行っている西側諸国に対して榴弾砲やマースの供与を絶望したため、
各国は NATO 北大西洋条約機構規格の 155mm 榴弾砲の供与を決定し、アメリカやカナダからはアメリカ製の M777 牽引式榴弾砲、フランスからはカエサル自走榴弾砲、ドイツもプズフ2000自走榴弾砲などを合計で250門以上が提供されたのであるが、これら 155mm 榴弾砲では射程距離の点でスメルチに対抗することが難しかったってわけだね。アメリカ軍には 155mm 榴弾砲から発射可能な M982 エクスカリバーがあり、この砲弾は弾体から翼を展開して滑空することで射程距離が 57km まで伸ばすことができ、しかも GPS 誘導による精密砲撃が可能な砲弾であるが、供与できる数が少ないことが難点であり、そのためアメリカはウクライナ軍がロシア軍のスメルチに対抗することができる、長射程ロケット弾を発射することが可能な高機動ロケット砲システム M142 ハイマースの供与を決定したよ。高機動ロケット砲システム M142 ハイモビリティアーティラリーロケットシステムハイマースは、長射程ロケットを発射可能な阻止砲撃用システムとして、アメリカ陸軍が開発した双輪式自走多連装ロケット砲で、アメリカ陸軍では以前から長射程の阻止砲撃用の多連装ロケットシステム、マルティプルローンチロケットシステムマースとして M270 を運用していたが、海外での紛争などにおける緊急展開の際に重量のある M270 では運搬が困難であるために、より軽量で機動性の高いハイマースを開発して、海兵隊や空挺師団などの緊急展開部隊に配備を進めていたんだ。M270 は 227mm ロケット弾であれば12発を搭載可能であるが、6連装ランチャーを2機搭載することになっていて、12発全弾を発射した後は旋回発射機に内蔵されているクレーンとランチャー上に内蔵されたイストによって、発射ランチャーの交換は3分で完了し、約8分で次の攻撃が実施可能であるが、ハイマースはその6連装ランチャーを1機搭載していて、M270 と同様に前弾発射を終えた後はランチャーを交換することで、次弾発射が可能となるぜ。ハイマース発射されるロケット弾にはスメルチと同じ射程 90km とされる M31 と呼ばれる長射程ロケット弾があり、ハイマースと一緒にウクライナ軍に供与されているな。射程距離だけを見ればロシア軍のスメルチと対して変わらないね。そうだね。でもこの M31 ロケット弾は GPS による誘導が可能で、目標に対して正確な砲撃を行うことができる、いわゆる G マースと呼ばれるロケット弾なんだ。そのためにロシア軍の後方兵站施設などをより確実に効率よく破壊することができ、供与されたハイマースが実戦配備された昨年の7月以降、ロシア軍が弱体化していく大きな要因となったってわけ。そして、このハイマースの利点はその高機動性にもあり、スメルチと同様に発射後に即退避する一撃離脱、つまりヒット&アウェイ攻撃が可能なことによって、ウクライナに供与されたハイマースはまだ破壊されたことは確認されていないよ。ただ、ロシア軍もさすがにハイマースによる後方の拠点潰しに並行したのか、最前線から 100km 遠に兵站を集積していた拠点を移したために、ここ最近はハイマースの活躍を聞かなくなっているが、アメリカからハイマースから発射可能な射程 150km の誘導砲撃が可能な、GLSDB 地上発射型小直径爆弾や、ウクライナが独自に開発グラートから発射可能な射程 110km とされるロケット弾、ビルカエムの開発が進んでいるなど、再び一撃離脱攻撃が展開されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島の北部ジャンコイにおいて、ロシア軍が輸送していた。巡航ミサイルが突然の大爆発が起きたとの情報を入手したよ。どうやら、この爆発したミサイルは 3M54 カリブルみたいだね。ウクライナ軍の関与が疑われる部分だけど、実際のところはどうなんだろうね。そうだね。さて今回はそんなクリミア半島北部のジャンコイで大爆発が起きた件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年3月22日、
クリミア半島の北部にあるジャンコイ付近で爆発が起き、輸送中だったロシア軍の巡航ミサイルが破壊されたことをウクライナ当局側からの発表で分かったんだけど、ウクライナ軍が関与していたかどうかについては明らかにしていないみたい。この事件の2日前に、ウクライナ軍情報総局が、ロシア海軍黒海艦隊のキロ級潜水艦から発射される巡航ミサイル、3M54 カリブルが鉄道輸送中に破壊されたと発表していたことと一致しているけど、これに関してもウクライナ軍の関与については明らかにされていないんだ。潜水艦発射型巡航ミサイル 3M54 カリブルは潜水艦からだけでなく、艦上、地上、空中など、様々なプラットフォームから発射可能な巡航ミサイルであり、マッハ 0.8 の速度で飛翔して射程は潜水艦発射型で約 2000km、艦上発射型で約 1500km とされるシリア内戦でも使用された兵器だね。クリミア半島の歴史をたどると、もともとロシアのもので住民のロシア化を進めている地域と非難されているが、今回のウクライナ侵略を契機として、改めて自国のものであることを主張しているね。そもそも今回のウクライナ側からの発表について、ロシア側からは、ミサイルが破壊されたとの報告はないと否定しているんでしょ？逆にクリミア半島でウクライナ軍のドローンが民間のインフラ施設を攻撃したと訴えているみたいだね。それを裏付ける証拠としてクリミア半島の住民がドローン攻撃らしき爆発音を聞いたことを証言していて、さらにその住民が撃墜されたドローンの破片を拾ったこと以外にも、別の住民が家の近くでミサイルが爆発したため建物の屋根が吹き飛び、衝撃波によって窓ガラスが割れたと語ったことを伝えているけど、動画や画像などは公開されていないんだ。この報道に対してネット上ではロシア側はウクライナ全土の民間インフラを破壊し続けておきながら、クリミア半島だけでなくロシア本土が何らかの攻撃を受けると、ウクライナ軍が民間人をターゲットにしていると世論は騒ぐけど、これが戦争なんだと痛感するよ。ロシアの枢軸国となりうる中国や北朝鮮は、これ以上に身勝手かつ理不尽であり、まさに自己中心的な姿勢であり、日本の共産党の主張を見ても共産主義とはそういうものなんだと、納得させられるとの声が至るところから聞こえてくるよね。一方でウクライナ軍に対して、2023年4月頃までに NATO 加盟諸国から第三世代戦車が供与されることになり、アメリカからは M1 エイブラムス、イギリスからチャレンジャー2、ドイツと他のヨーロッパの国々からレオパルト2を合わせて300両近くがウクライナに引き渡されることになり、ウクライナ兵への操縦訓練などが進められているが、これはナチスの生き残りが裏で操っているとも言われているみたい。西側諸国は戦争を終わらせるのではなく、長引かせようとされていることを懸念するプーチン大統領は、イギリスの国防省が、ウクライナに対してレンジャー2戦車の供給だけでなく、劣化ウラン弾の供給を表明したことが明らかになったことを受け、そのようなことが事実であるとするならば、ロシアはそれ相応の措置を取ると発言したよ。この劣化ウラン弾は戦車の装甲を貫通する力が強く、対戦車用兵器としてよく使用される戦車弾で、微量の放射性物質が含まれるため、国連機関では懸念が示されている事実はあるが、アメリカ軍もロシア軍も普通に正式採用しているものでもあり、このウクライナ侵略戦争においても、すでに使用しているものではないかと言われているが事実確認は全く取られていないようだね。それでロシア政府は悲惨な状況を広がらせないためにも、劣化ウラン弾を使用させることは西側が核兵器を使ったのと同じ意味を持つため、相応の措置を取ると脅しの発言をしたんだろうね。要するに自分たちがウクライナに対して使用しているという言いがかりをつけられた劣化ウラン弾を、西側諸国がウクライナに提供することイコール核兵器を使用したものとみなして、その対抗措置として核兵器を使用することもやむを得ないと警告したものってことかな。この件でロシアのショイグ国防相はイギリスがウクライナに劣化ウラン弾を提供することによって、西側諸国との核衝突にまた一歩近づいたと発言していて、これに対してアメリカのカービー戦略広報調整官は、ロシアは論点をすり替えようとしているに過ぎない。劣化ウラン弾に関しては数十年にわたり、
西側諸国だけでなくロシア軍でも一般的に使用してきたものだ。これ以上ウクライナ軍に戦車を破壊されたくないと思うなら、ウクライナから撤退すればいいだけの話であり、そもそもロシア軍が、ウクライナ領内に存在していること自体が場違いなのだと言って非難しているね。また、イギリス国防省も劣化ウラン弾は世界中で数十年使われてきた標準装備であり、ロシアは、その事実を隠して意図的にデマを流しているとかせの意見をして、ロシアをバッシングしていたよ。日本でロシア事情に精通している東大先端研の小泉雄専任講師は、ロシア製の鉄鋼弾の中にも対戦車用に劣化ウランを使用している弾頭を持つ砲弾があるのは間違いなく、今回の侵略戦争においてそれらを使っていないことはないと思われる。要するにこのウラン劣化弾という砲弾は戦車の大砲における通常弾に過ぎない。それに対する報復として核兵器を使用するというのは、あまりにも荒唐無稽である。ロシア側は政治的に西側諸国のウクライナに対する軍事援助を牽制しているだけと考えられる。これ以上の援助をしないようにとの脅しの材料として言っているだけだ。と西側諸国の肩を持った発言をするだけだったみたい。ロシア側では、この劣化ウラン弾の他にも、国際社会から見れば自己中心的で、理不尽な言動が見られると非難されているが、ロシア国家安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領は、もしも、ロシアが実効支配しているクリミア半島を奪還することを目的にウクライナ軍が攻撃するならば、核兵器使用抑止としてドクトリンで規定されたものと照合したとしても、ロシアが全ての防衛手段を使用する根拠になるのは明白だと述べており、ウクライナがクリミア半島奪還の動きを見せれば核攻撃を実施する可能性を示して威嚇しているよ。ロシアにおける核のドクトリンとは、プーチン大統領が2020年に署名した文書、核抑止の国家政策の基本に記されているものであり、たとえ通常兵器で攻撃を受けたとしても、国の存在が脅かされる事態となった場合、ロシアは核兵器で反撃できる、とされているものだね。さらにメドベージェフ前大統領は敵がロシア国家の一部を切り離そうとする試みは、ロシア国家の存在自体への侵害であり、核を含む全ての兵器を使用できる根拠があることを、海の向こうの国家が理解してくれることを願うと訴えた形でアメリカを含むウクライナを支援する全ての国々を牽制したみたい。ウクライナの肩を持つ国々が支援疲れをしている昨今に、善悪の区別がついていない国も多いのかもしれないね。単純にアメリカに嫌われたくないからという理由で炎上している日本には戦後最大の試練が訪れるのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、ロシアとウクライナの間にあった圧倒的な戦力差から短期決戦となると見られていたよね。だがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟国などからの軍事支援を受けたウクライナの健闘によって、1年を経過した現時点でも終戦の気配は全く見られず膠着状態となっているぜ。何か均衡を崩すきっかけがあれば、戦いにも終わりが見えるんだろうけど、その後のことも考えると大変だろうね。さて今回は、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア大橋の破壊が口火となるであろうことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年に入ってから、NATO 諸国がウクライナに西側諸国の新型戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などを提供することが発表され、ウクライナ兵に対してそれら戦闘車両の操縦運用訓練が進められている中、3月末までにウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州の完全制圧を、プーチン大統領に命じられていたロシア軍が、西側諸国の戦車が配備される前に2月下旬に大攻勢に出るとの噂が流れていたよ。ドネツク州ではバフムート周辺で半年以上にわたって激戦が続いていたんだけど、ロシア軍は制圧することができず大兵力を投入して一気に陥落させるであろうとの予測が出されていたみたい。でも、
その総攻撃についてはただひたすら犠牲を顧みずに歩兵を突撃させる人海戦術による攻撃が主体で、ロシア軍や以前からバフムートを攻め続けていたロシアの民間軍事ワグネルの戦闘部隊では、兵員に大きな損害を出して消耗し、弱体化していると見られているね。このため西側諸国の新型戦車の操縦訓練を終え、訓練を受けた兵士と共に戦車が届き始めているウクライナ軍が、強力な機構部隊を進編してロシア軍に対して4月ないしは5月に大反攻に出るとの見方が広がっていて、ウクライナ軍がどの戦線において仕掛けるかを国際社会が注目しているってわけ。こう焦ったロシア軍のずさんな作戦が後に響いてくるであろうことを見越した反攻ってわけだね。東部戦線のルハンシク州とドネツク州、南部戦線のザポリージャ州とヘルソン州のいずれかにおいて反攻に出るとしても、戦車や装甲車両を要する機械化部隊によってロシア軍が構築した防御陣地を突破するという、機構作戦が展開されることになるんだけど、その際にはこれまでのウクライナにおいてはあまり情報が伝わっておらず話題になっていなかった。航空戦力による援護がウクライナ軍には必要不可欠とする指摘する声があるよ。ウクライナ軍ではこれまでロシア軍に占領された地域においては、トルコ製のバイラクタル TB2 や西側諸国から提供されたり民間から集めたりした無人機ドローンや、西側諸国などから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから長射程の GPS 精密誘導ロケット弾を発射する G マースによって、弾薬庫や燃料庫など兵站集積施設や橋梁などの補給路に鉄道、あるいは司令部、兵舎などの指揮統制関連施設を攻撃して破壊することで、時間をかけてロシア軍部隊を弱体化させてきたな。しかし侵略開始以来、その融通の効かない無能ぶりをさらけ出してきたロシア軍でも、さすがにこのウクライナ軍による後方の兵站補給攻撃に気がつき、現在では軍需物資の集積場所を G マースの射程 90km よりもさらに後方に設置して攻撃を防いでいると見られているぜ。そのため、ウクライナ軍では以前からハイマースや M270 から発射可能で、射程 300km とされる戦術弾道ミサイル MGM-140 タクムスの提供をアメリカに求めていたよね。タクムスはハイマースや M270 に搭載される 227mm 6発入りのコンテナと同じコンテナに1発のみ装着され、発射されてからは目標上空まで GPS 補正管制誘導によって飛翔し、弾体下6発の BAT 無動力滑空型誘導式小爆弾弾頭を分離するんだ。切り離された BAT は収納されていた主翼を展開して滑空しながら、内蔵されている音響センサー及び赤外線センサーによって事前にインプットされた目標を自ら捜索して攻撃をするため、300km 先の目標を正確に攻撃することができる兵器で、ロシア軍が後方に下げた兵站集積施設や司令部などを攻撃することができるのであるが、アメリカのバイデン政権はロシア本土への攻撃も可能になるタクムスの供与については、ロシアを必要以上に刺激することになり核兵器の使用につながる恐れがあるとしてウクライナへの供与を拒んでいるみたい。ただ、ロシア軍の兵站を攻撃して遮断することの重要性については、バイデン政権も認知しているためにタクムスの代わりとして、やはり長射程 G マースの一つとして開発が進められている射程 150km の、GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型小砂を軽爆弾を供与することを決定したぜ。この GLSDB とは、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の、GPS 誘導滑空爆弾を使用して、マースで使用されていた M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせた 227mm ロケット弾で、航空機用の小直径爆弾スモールダイアメターボム SDB は航空機から発射されると、本体に折りたたまれていた翼を展開して滑空し、GPS を利用した管制後方システム INS によって目標まで誘導されて攻撃する爆弾で、速度が遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通する威力があるとされているな。これまでのウクライナのゼレンスキー大統領や軍幹部などから、
クリミア半島奪還が盛んに発言されていることから、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア半島奪還を視野に入れたものである可能性が高いとみられ、ウクライナ軍がクリミア半島への補給路の一つである半島東端のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋を何らかの長距離攻撃手段によって破壊する公算が大きいとされているね。この GLSDB であれば、ザポリージャ州かヘルソン州のアゾフ海の沿岸からギリギリで届くとされているのであるが、そのためにはロシア軍が防御陣地を構築している領州を奪還しなくてはならず、ウクライナ軍がアゾフ海まで進軍するまでの間にロシア軍はクリミア半島への補給を十二分に実施することができることになるんだ。さらに GLSDB は、現在アメリカのロッキード・マーティン社において生産が進められているとみられるが、ウクライナへの供給が可能となるのは今年の秋以降とされていて、今回の反攻作戦には間に合わないんだって。それらのことから、ウクライナ軍の反攻作戦には戦闘機や攻撃機による破壊力が大きく、かつ目標を正確に破壊する航空戦力による空爆が必要であるとの見方が広がっているってわけだね。ウクライナが自国空軍の戦闘機や攻撃機を飛行させるためには、ロシア軍の地対空ミサイルを破壊して航空優勢を確保しておく必要があるよ。ウクライナでは保有している旧ソ連製のミグ29に、アメリカから供与された空対空の防空レーダーミサイルハームを搭載できるように改修しているとの情報が伝わっているんだけど、現時点でミグ29をどれほど保有してどれほど稼働しているかについては不明であったが、先日ポーランドやチェコが保有しているミグ29をウクライナに提供するとの情報が伝わっており、ウクライナ空軍が即座に運用可能なミグ29の供与によって反攻作戦の航空作戦にメドが立ちつつあると見られているみたい。軍事専門家の中には、ミグ29にハームを搭載する改修を行うよりも、NATO が F-16 ファイティングファルコンなどの西側戦闘機を供与する方が良いとの意見を発する者もいるな。これらについてはアメリカのバイデン政権以下 NATO 各国の首脳が否定しているが、あくまで噂のレベルではアメリカがウクライナ空軍のパイロット数名に F-16 の操縦訓練を実施しているとの情報もあり、可能性としてはあるんだ。しかしながら、ミグ29などの旧ソ連製戦闘機と F-16 などの西側諸国の戦闘機の操縦方法の違いは大きいとされ、数ヶ月程度の訓練で実戦に対応できるほどの練度は得られないと指摘されており、もし F-16 の供与が決定されたとしても今回のウクライナ軍による反攻作戦には間に合わないとみられ、4月か5月の反攻作戦において航空戦力を活用するのであればなけなしのミグ29を投入するであろうとの見方が多数派みたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日から始まったウクライナ侵略戦争は収束する気配が全く見られない中1年と2ヶ月が経過したよね。ここまで長い戦いになることを当初は予想できなかったよね。ロシアが圧倒的な軍事力で押し切っちゃうと思ってたよ。そうだな。だが、ここに来てロシア軍が現時点での最新鋭戦車で第4世代主力戦車第5世代とする説もありである。T-14 オブエイクト148が初めてウクライナに投入されたことを、ロシア国営 RIA のオボスチが4月25日に伝えたようだぜ。さて今回は、ロシア軍が最新鋭戦車である T-14 をウクライナの戦線に投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国営 RIA のオボスチによると、ロシア軍は T-14 を最前線の戦闘には参加させない方針とされ、射程8キロともされている長射程の手法を活かしてやや後方からウクライナ軍の拠点の砲撃を行っているとされ、西側の軍事専門家からはロシア軍は最新鋭主力戦車が露覚されることを恐れていると指摘する声が上がっているよ。T-14 はミサイルを発射できる最新の手法や最新鋭の装甲を装備していて、ロシア軍はそれら最新技術がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に漏洩することを恐れ、これまで T-14 の実戦投入を避けてきたと見られているんだ。しかし、ウクライナ軍が NATO 諸国から提供されることになったレオパルトに、T-14
チャレンジャー2、そして M1 エイブラムスなどの主力戦車を実戦投入するであることを見越して、それらの強力な戦車に対抗できるとされている T-14 を投入した可能性が高いと見られているな。なお、西側のメディアではこの T-14 の故障をアルマータとしているが、アルマータという名称はロシア軍における次世代装甲戦闘車両シリーズの共通戦闘プラットフォームの名称であり、この次世代装甲戦闘車両シリーズの自走砲や歩兵戦闘車なども、アルマータとの故障で呼ばれているため、T-14 のみの故障ではないことには留意しておきたいぜ。このロシア軍の次世代装甲戦闘車両の共通戦闘プラットフォームは、4つの共通車体によってファミリー化されて整理する計画であり、装甲戦闘車両は、軽量級プラットフォームタイフーン装甲兵員輸送車マープなど、装輪式軽型プラットフォームブーメランク装甲兵員輸送車など、早期式中型プラットフォームクルガーネツ25歩兵戦闘車など、早期式重型プラットフォームアルマータ戦車自走砲歩兵戦闘車などのいずれかの車体をベースに開発されていて、T-14 は早期式重型プラットフォームの車体をベースに開発されているためアルマータという呼称が付けられているよ。ロシア軍における現時点での最新鋭戦車である T-14 は、2015年5年の軍事パレードで初公開され、その後も性能試験が続けられていて、ロシアが軍事介入したシリア内戦でも実戦での試験が行われていたとされ、ロシア国防省では2021年11月から年末までに20両が軍に引き渡されると表明していたんだ。その特徴としては無人砲塔が採用されていて、3名の乗員は全員が車体前方にある装甲カプセルに搭乗することになっていて、攻撃を受けた際に砲弾に誘爆するなどしても乗員が保護され生存率を高めていることにあるね。その他、無人砲塔のために発射時に砲塔内に逆流する発射ガスを排出するための排煙機エバキュエーターが必要ないことや、主砲の発射速度が10から12発分で有効射程 8km とされる 125mm 滑空砲に A821M が採用されていることなども特徴とされていて、この主砲の砲弾として開発されたバキューム1装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS は 90cm 超の貫鉄体でできていて、射程 2000m から RHA 近質圧延高装甲換算で 100cm 相当の貫鉄力らを有しているとされ、これのほか、爆発モード切り替えが可能なテリンク榴弾や主砲発射型対戦車ミサイルとして、2A821M 専用に開発された 3UBK21 スプリンターなどが用意されているんだ。なお、これらの砲弾を45発搭載することが可能で、そのうちの32発は自動装填装置に格納されているぜ。これまでの戦車では戦車長が砲塔の上から顔を出した上で視力や聴覚により周囲の索敵を行っているんだけど、T-14 では砲塔の上部から戦車長が顔を出すことができないため、車内の戦車長の座席にあるテレビジョンや赤外線暗視システムなどをはじめとする電子工学的な方法で周囲を索敵することになるんだ。これに関しては、戦車長が感覚を活かすことなしに周囲の状況を把握しきれるかどうかを問題視する声もあり、実戦に投入してみなければわからないとされているね。ちなみにロシア軍が公式に発表している所言によれば、戦車サイズの目標を捕捉する距離は光学照準器を使った昼間で 5km 以上とされ、熱画像装置を使った夜間で 3.5km ほどとされているな。また、砲主用光学照準器は倍率4倍と12倍の切り替えが可能となっていて、レーザー測距儀の有効射程は 7.5km とされ、これらのシステムは重複して搭載され、その他に乗員の車外視察用に360度旋回可能な高解像度カメラが搭載されているぜ。T-14 の配備計画は当初2017年に最初の部隊配備がされる予定だったものが遅延されて、2020年にようやく量産開始となっているんだ。そして、その年内には最初の量産側が配備される予定だったのであるが、エンジンや赤外線装置のトラブルが発生したためさらに量産が遅れた上に、2020年からの新型コロナ渦の影響によって様々な試験などのスケジュールが遅延してしまい、現在配備されているのは数十両程度とみられ戦力としては数が少ない問題があることと、
露覚されて北大西洋条約機構 NATO の手に渡り解析されることをロシア軍が恐れていることなどによって、これまでウクライナの最前線には登場していなかったってわけ。今回の配備によってどれほどの数がウクライナに確認されたかについては不明だけど、インターネット上ではどれほど最新鋭で新機軸が採用されているとしても、配備数が少ないのであれば戦力として期待はできず、新兵器の配備によって前線の兵士たちの士気が若干向上する程度の効果しかないとの見方が出ているね。また、最新鋭とはいえウクライナ軍の旧ソ連製戦車との対戦ならばともかくとして、差し当たってレオパルトにやチャレンジャーにとの戦車戦となった場合に必ず勝てるとの保証はなく、場合によっては撃破される可能性があるため、これら西側戦車と遭遇する可能性がある戦場に出せないだろうと見られているよ。さらに万が一にもウクライナ歩兵が発射する軽攻式対戦車ミサイルジャベリンなどによって撃破されるようなことがあれば、それでなくとも凋落著しいロシア陸軍の威信がさらに落ちる恐れがあり投入したところで、後方で大事に扱われることになり、太平洋戦争の際の戦艦ヤマトと同じ境遇になるのではないかとの見方もあるぜ。結局のところ、最前線のロシア軍部隊ではウクライナ軍の正面に出して突撃させることは許されず、撃破されてしまうことはもちろん、万が一にも露覚されるようなことになれば責任を追及されることは間違いがなく、とにかくただ後方に下げて自走榴弾砲のような運用しかできないと見られ、配備された部隊の司令官にとっては頭痛の種にしかならないだろうと指摘されているみたい。また、最前線から後方に下げて運用するにしても最大射程 8km であれば、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている 155mm 榴弾砲や高機動ロケット砲システム M142 ハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムから発射される。GPS 精密誘導が可能な榴弾砲弾 M982 エクスカリバーや M31 ロケット弾などによってピンポイント攻撃を受ける可能性があるからな。ウクライナ軍の偵察ドローンに発見されれば、直ちにそれらの精密誘導弾によって破壊される可能性を考えれば、結局は支援砲撃に参加させることもできなくなり、指揮高揚のためだけのお飾りとなるだけと見られているね。そして、そのような報告を受けたプーチン大統領が激怒して T-14 を最前線に出して西側の戦車を撃破せよとの命令が出されれば、最前線の司令官は T-14 をウクライナ軍に向けて突撃させるより他なく、西側の戦車に囲まれて撃破されるであろう。